でんでんクリスマスの芸発配信もね迫っていますけれどもあのあそうかもうそろそろもう <えっ S 1> お時間なんですよね <えっ S 1> もうまずいあと5分ぐらいあと5分ぐらい<う>あじゃあ、えー、っと来年に向けての抱負なんかを最後にいただいちゃおうかな2016年5周年を迎える電波組員区の皆さん5周年なんですね1月2日からは7時間の生放送が。 あったり、はい、1>, 1月から全国ツアー55電波ツアー2016「まだまだ夢で終わらんよ」もスタートしますよね。新年早々からお忙しの年となりそうですがじゃああれ ちょっと違うこと言ってます？あってます。そんな予定があるんだなと思って。そうなんですよ。同時間の放送がや回してたんじゃない？同時間？大丈夫？チェックしていただいて。頑張りましょう。気をね。はい。皆さん大丈夫ですか？スケジュール把握できた？マネージャーさん大丈夫です。か今日だけを生きてるんで。今を生きてます。大切なことです。はい。今日はねこうリスミスで。そうですね。もうこれ以上考えてないんで。迎えて皆さんに来年の抱負を独り言お伺いしたい。はい。はい。じゃあ今度はね。じゃ。 えいたえい、ー、たささんから、はい、ここはい、お願いします。はい。はい、えっとですね、2016年はえっ、ー、と2015年もたくさんいろんなお仕事をさせてもらったんですけど、もっとなんか面白いいろんなお仕事をして、もっとなんかお茶の間に出たいです。うん。いろんな番組に出たいなっていう感じなので、はい、頑張ります。笑顔でありがとうございます。スパイル <laughs> 大事。 ありがとうございます。はい。あ、今これは座ったままでいいのかな？あ、立つか。ごめんなさいね、もう私座ったり立っ立ちますか？じゃあ立ちますか？あとたと、もう座ったり立たせてすいません。じゃ最後のこの抱負ということで、えいたとさんには座っていただいたんですけども、続いて今度はもがさんにお願いします。はい。これってこ個人的なやつですかね？あ、もういいんですよ。もう個人的でも電波組インクとしてもはいお願いします。けいさん大丈夫？大丈夫ですか？いろいろすいませんね、立ったり座ったりはい大丈夫ですか？ はいそうですね個人的には、うん、あのお芝居がすごく好きなので、うん、あの演技の勉強を結構したいなと個人的には思っておりましてはいあとは体を鍛えることです、うん、はいじゃこれからどんどんムキムキしていくそうです、ね、今結構定期的にジムに通ってまして腹筋がそろそろきます、はい、見たいですけどダメですねいつかいつか <laughs> いつかーーいつか出せるように頑張ります。お願いします。はい、ではピンキーさん。はい、えー、私はですね、来年は。やはり、あの、まあ、大人になったので、あの、ちょっと知恵をつけたいなっていうところも。あるんですけども、<laughs> まあ、もがちゃんと一緒に、ね、まあ、あの筋肉。 をちょっと蓄積してるので、すごいんですよ。結構、この子も、ここが、結構来てるので。なんか、全然痛くないんです。声となり、どこどこどこ、聞こえたんですけど。いい音するよ。全然、全然大丈夫なんですけど。まあ、もうちょっとここも回りつつ、ここも、ここもね、ここはへ、もね、まあ、ツアーが始まるので。そう、新年早々なんで、ちょっと、そこも鍛えていこうかなと思っています。うん、楽しみにしております。そして、ミリーさん。そうですね。まず、まあ、ツアーが始まりますので。 まずはツアーを大成功させたいなと思って,てあて最多公演数なんですね30公演ぐらいやらさせてもらいますのでやっぱりでもとはいえ、電波パクミンクをその,その日1回しか見ない人も多分たくさんいらっしゃると思いますのでなんか一個一個の公演を丁寧に大事にやっていきたいなと。

グループになるんじゃないかなと思っているので、その辺を頑張っていけたらなと思います。頑張ります。はい、リーダーらしいコメント、素晴らしい。ありがとうございます。最後にねむさん、はい、そうですね。はい、私は筋肉を鍛えるなど諦めてしまったんですけども、はい、あの <laughs> まありのままのちょっとぽよりとした感じで。はい <laughs> ででもあのそうですねファンの皆さんがたくさん応援してくれる機会が増えたので来年はもうファンのみんなが親に紹介しても恥ずかしくないアイドルと言いますかもっとどんどんね国民的なことをやっていたり今年は結構、なんか一日消防署うんとか警察署とかいろんなことをさせていただいたんで来年も。なんか アイドルじゃなかったできなかったような経験をいっぱいしたいなと思いますはい楽しみにしておりますはい頑張りますありがとうございます皆さんにさまざまなコメントをいただいたんですがこの後はフォトセッションとなりますので一度ご講談いただきます電波組インクの皆さんでしたありがとうございましたあり,まありがとうございました皆さん大きな拍手でお送りくださいありがとうございました